皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ネセス、実況始めます。海賊のアジトを襲撃した前回。まったくジャッカーとうっさい奴らだったのよ。たまには鏡でも見てはいかがか。あら綺麗。うんそうだね。それでは今回も頑張っていきましょい。爽やかな一日はガチャから始まるの。サミュエル日今日も頼むで。こうして村人2期の労働の成果が今日も梅雨と消えていきます。まずは前回深部で見つけた庭床の杖、単発火力の高い誘導弾を出す魔法ね。できるやつだと思うのよ。狙うは当然魔法最強神のエンチャント。では回していきましょう。きたー、7回目で大当たり。神引きやな。神引きのハードル低すぎません。このビッグウェーブに乗って次はブーメランカミソリの刃。前回爆死からの再チャレンジ行くで。きたー、3回目で大当たり。今日はいけると思ったのよ。いや結構今日は気持ちよく探索ができる気がするのよ。そういえばちょい前に来た行商人2期がかなりイケてるアクセ打ってくれたのよね。こちらの愚者の策ですね。防御力、ダメージ、クリティカル率を1割上げて、さらに召喚数をプラス1する優れもの。ただしこのアクセ、1枠しかないアビリティ持ちアクセ枠にしか装備できません。つまりこれ使っちゃうとダッシュとかどっちのアクセが使えない。ちょっと悩ましい。でも探索中ならいいでしょ。ボス戦の時はまたその時考えればええねん。これでハゲタカズも5は編成になってますます火力増し増し。では地下深部の探索を始めましょう。ここでは何をすればええのん。長老さんクエスト、死神を倒すのが目標ですね。例によって召喚アイテムである闇のゲートが必要なので、まずはそれを集めるとこからですね。またここにも新たな鉱石があります。その鉱石はタングステン。これまでの鉱石と比べて非常に重要ですからきっちり採掘をなしやす。大事って何さ。それはまあ後ほど。まあ探索がてら採掘してればそこそこ集まるでしょ。知らんけど、あれ、これ見たことない細工台なのな。高度な細工台、現在使っている細工台のアップグレード版ですね。実はこの細工台をクラフトするのにタングステンが必要だったんです。でも見つけたならこれ持って帰ればいいわな。オーケー。高度な細工台をゲット。これでまたクラフトできるグッズが増えますね。地下深部の探索が進んだら早速試してみましょう。せやな。お宝部屋発見、いいね。でもこの壁ツルハシで壊せねえのな。多分魔石のツルハシではダメなんでしょう。高度な細工台でタングステンのツルハシがクラフトできるはずです。地上に戻ったらそれをクラフトして試してみましょう。とりあえずは進めるとこまで進んでみっか。しかしまあ恐ろしいとこやでほんま。そこかしこにマグマ溜まりがあるし、落ちればあちちで危ねえたらあやしない。マグマに落ちれば大ダメージを食らうだけでなくスリップダメージも入りますからね。こんなとこにボス呼び出して戦えとかじじい鬼畜やな。ボス戦前にマグマの対策も何か考える必要がありそうですね。宝箱からレモンの苗木発見。これで食卓にもう一品、いいじゃない。タングステン交渉も発見。結構な量があるから残らず採掘していくで。荷物が溢れたところで地上に帰還。すぐ上が村だから便利ね。早速地下で見つけた高度な細工台を設置。さて君は何ができるのかな。見たことない物がたくさんクラフトできるようになってんのな。重要なのはこちらの生命のエリクサーですね。恒久的に体力の最大値を10増やすアイテム。体力のマックスは300で今は200なので、これを10個クラフトできれば体力を最大まで増やせます。足りない材料は生命の結晶。多分これも地下深部にありそう。必要な数は100。これもボス戦前に集めてしまいたいですね。今はとりあえずタングステンのツルハシだけ作っておくのよ。これで地下深部の岩については全て壊すことができるはずです。探索再開。今度はカボチャの種発見。どんどんお野菜の種類が増えていくのよ。いいじゃない。けどこのファンタジー世界、種が見つかるのが決まって地下とかどんなだ。さらにバナナの苗も発見。これも上に戻ったら植林しておかんとな。お、久々の偽装モンス発見。逃げんなゴラー。まったく手間取らせやがって。生命の結晶をゲット。これってさっき言ってたエリクサーの材料じゃん。どうやらあの偽装モンスがドロップするようですね。これは根こそぎ刈り尽くしていかんとな。またまた地上に帰還。探索から帰っても寝る間惜しんで村を拡張する村長の鏡。まあ寝る必要ないですからね、この世界。言うな。そんでな、村長また畑増やしたの。またガチャのために小麦増産とか思ったそこの君、甘いで。今回栽培するのはこれな。洞窟で見つけた光ボケなの。コケと侮るなかれ。これとても重要。超重要。なぜに重要かは後で説明な。深部で見つけたカボチャさんと玉ねぎさんも植えとくでな。ミキタキあとは頼んだ。父やミキキッス、今日は何を買ってもらおうかしら。
ってあれ、なんかシチアニキが仲間になりたそうにこっちを見ている。契約金コイン1000枚以上とは強気やな。悔しい、でも契約しちゃう。ということでシチアのクレイルさんが村人になりました。これで溢れ返る B 地区をいつでも好きな時に好きなだけ売り払えるのよ。売った銭でまたガチャが回せる。やったぜ。でもちょい前まで2期は仲間にできなかったのよな。進行によって村に加えることができるタイプの NPC さんなのかもしれませんね。何にせよシチア2期が村に常駐してくれるってのはありがたい話やで、ほんま。久々に仮想への階段も発見。神父のさらに仮想なんてのもあんのな。またこれか。以前も発見したパズル的なサムシングのあるお宝部屋ですね。これちょっと面倒いからやんの後ね。約2時間ほどの探索で地下神部外周はほぼ踏破することができました。宝箱は結構見つけたけど意外にええもんがなかったのよ。むしろこの地下はクラフト素材がメインなんでしょうね。じゃあ最後にあそこ行きますか。パズルならトラップゾーンより何歩かマシでしょ。まあ面倒いことには変わんないけどさ。しかも内容全く同じとかお前舐めてんの。オラやってやんよ100パー。まさかの1発クリア。ちょろいで。宝箱の中で目星物は挑戦者の肩兜、ボスの近くでは回復力プラス 100% のアクセサリー。でもこれって実は神父の別の宝箱でもうゲットしてんのよな。ぶっちゃけこのお宝部屋そんなに美味しくない。多分もう行かない。神父の探索はそろそろいいんじゃないかな。そうですね、素材も十分に集まりました。地下神父のボス召喚用のアイテムは合計7個貯まりました。ここまで3回連続初見撃破できてるからこんだけあれば十分でしょ。そして生命のエリクサーをクラフトするための素材も必要数を確保。偽装モンス見かけるたびに芝居てたかんな。多分あのモンスもう絶滅しとるで。じゃあ早速。ライフの最大値が限界の300に到達。ちなみに現在マックスが310になっているのは最大値を増やす食事の効果ですね。飯の効果は限界を超えるんやな。で、あとは地下神部のボス、死神を倒せば探索完了です。しかしボスに挑戦する前にもう一仕事必要ですね。せやな。最初にも言ってたけどな、やっぱこのマグマが邪魔なことこの上なしなの。こんなあちちな場所でボス戦とかほんま勘弁やで。で、その対策がこれな。マグマがあるなら埋めちゃえばいいじゃない。これって細工台でクラフトできる埋め立て用のタイルな。本来の用途は地上で池を埋め立てる用みたいなんだけど、試してみたらマグマにも行ける口みたいなの。それも縁じゃねとか言ってはいけない。ファンタジー世界だからなんか、こういい感じの力で守られとるんや。沼地の守護者の時と同様、ボス戦を戦いやすい場所を作る、それが最後の準備です。言うてもこれめっちゃ時間かかるけどな。そうですね、ですので今回はこんなところですかね。今回あんま取れ高なかったな。探索のみですとまあこんなものでしょう。準備は動画外で進めっから次回はいきなりボス戦な。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。